こんにちは、レトスの小野です。1月9日の三問に入る前に、本日はお客様からの、ご相談で一番多い勉強の仕方についてお伝えいたします。勉強の仕方については、別途動画、用意させていただきましたので、この動画の下の概要欄、もしくは、右上ですね、こちらのお知らせボタンの方から、ご確認いただけます。また動画の最後に、勉強の仕方の動画のリンクについてもお知らせいたしますので、そちらからもご確認いただけます。では、問1です。賃借人 A は賃貸人 B に対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、 A は B に対する敷金返還請求権を自動債権として、弁済期が到来した賃料債務と対等額で相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、賃借人 A は敷金返還請求権を自動債権として相殺することはできませんので、誤りですね。この敷金返還請求権っていうのは、賃借物を明け渡した後に発生する権利なんですね。そのため、明け渡しがされていない以上、敷金返還請求権を持って相殺を主張することはできません。よって誤りだということですね。つなげて覚えることで、試験であれ、どっちだっけと迷わなくなります。個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメールマガで動画をお送りさせていただきますので、そちらで学習しましょう。で、問2に入ります。取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。重要事項説明は、相手方が宅建業者の場合は省略することができます。35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しないといけません。つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということになります。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ誤りですね。工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更するときは原則知事の許可を受けなければなりません。今回の問題っていうのは、許可ではなく届け出になってますね。これが誤りだということです。ただ、例外的に軽微な変更であれば、知事に届け出をするだけで大丈夫です。で、問題文はきちんと読みましょう。この解説を一回読んで、どういうことってもし思ったのであれば、それは問題文理解できていない証拠です。つまり、理解学習の重要性が分かっていたとしても、実践できていないということなんですよね。で、実践できていないと実力は上がらないので、ちゃんと理解学習を実践していきましょう。そして本日は一番最初にもお伝えをした勉強の仕方についての動画ですね。この動画の真ん中に動画のリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。